魔女の谷に攻め入った闇の軍勢はラナの火星に現れたハイラル軍をも打ち破り、力のトライフォースの強奪に成功。残る標的は知恵と勇気のトライフォース。その所有者ゼルダとリンクはハイラル城にいるはずです。トライフォースをすべて手に入れ、王国の中心であるハイラル城を落とせば、世界は自分のものとなる。そう考えたガノンドロフは、すべての魔物たちにハイラル城を目指すよう命令を下したのです。一方、ゼルダ率いるハイラル軍は、力のトライフォースを奪ったガノンドロフの野望を阻止するため、全兵力で迎え撃ちました。ハイラル軍の先陣には勇気のトライフォースを持つリンクの姿もあります。ハイラルが光あふれる世界になるのか、闇が支配する暗黒の世界となるのか、命運を分ける決戦が始まろうとしていました。Thank you.
음!